もう一度まあ初心に戻りたいなという、3000円のギターを買った頃の気持ちに戻って、それで10年間やってきた音楽活動の中での自分が磨いてきた技をこれから一個ずつ自分のスタイルをまあ出していきたいなっていう。一周回ってきたの俺ね、全部ジョジョハフォークめめしいねっていう評論家に言われたし、最初は。それで次は生ギターにワイヤレスギター仕込んで渋谷公会堂で客席の中で飛び込んで、客が唖然として、立つことも息もできないくらいのすごいサーッとして、それが気持ちよかったっていう、あいつの生ギターロックだぜって今度は評論家言い始めたし、で今度はエレキギターを持ったら、似合わないんじゃない、ちょっとあの人フォークじゃないのって言われたし、それで最近倒れた時にはロック歌手長渕剛し歌手生命危機なんていう風に今度は言われたし、だから結局もう一周回ってきたんですよね、全部スタイルとしては。だから今度はその一周回ってきた中で、自分がどのエッセンスを手の中に入れてそれを吐き出すかっていうことなんじゃないかなっていう感じしますけどね。おそらく常に俺の武器はやっぱりメンタルな意味でもスタイルの意味から言ってもアコースティックだろうなという感じしますけどね。はぁ、私次はこっからだっていうね、行くぞ今から見てろよっていうのはありますけどね。満身の力を込めて最後の歌を歌わせてください。太陽一宿のハイウェイ。俺よりキラキラ輝いて見えたんだ。部屋にくすぶり思い悩むより、表通りの人混みも歩きたいように歩く、それが今一番の宝物。全ての立ちはだかる苦しみをこの手で打ち壊したくて、折れたこの俺の頬を思いっきり叩いてくれるやつと、長渕剛ライブグッドバイ瞑想の青春。お聴きいただきました曲はハングリー愛してるのに、ユージ乾杯明日に向かって、言わんこっちゃないさ、ファイティングポーズ、 Don't cry my love、 Time goes around、 僕のギターにはいつもヘビーゲージ、太陽へ続くハイウェイでした。なるような笑顔を持つあの子をバイクに乗せて、ハイウェイを明日南へ下ろうと思うんだ。ポケットから一つずつ望みを右手に握りしめて、Highway を明
南へ下ろうと決めたんだ。誠実さもいい嘘もいい、とりあえずの繕いもいい。だけど何かが違うんだ。今欲しいものは本気さだけ。